本日はお忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございます。社長のお木祖でございます。今回の決算説明会は、はじめに私の方から決算の総括を、その後 CFO の中野より決算についての詳しい説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。最初は決算の総括です。営業利益は2023年度が81億円の赤字。 2024年度は200億円の黒字の見通しとなっております23年度、24年度ともに認証不正影響の継続及び不採算事業など一過性特異な事象の影響で本来の収益には届いていない状況でございます本来あるべき収益を目指し、さらなる増益に向けてスピード感を持って課題に取り組んでまいります 当期純利益は、認証関連や本日公表いたしました米国子会社の減損など、特別損失を計上しましたが、資産売却などで吸収し、4期ぶりの171億円の黒字となりました。なお、24年度の当期純利益は、認証関連の潜在債務の合理的な見積もりが困難なため、 未定とさせていただきます23年度と24年度の取り組みについてご紹介させていただく前に各年度の見方についてご説明いたします23年度24年度は信頼回復から収益回復に向かう過渡期と見ています23年度は1二度と不正を起こさない3つの改革 2. 認証不正からのリカバリーなど認証関連対応をメインに取り組んでまいりました24年度は23年度と同様の認証関連対応を継続しながら正常化に向けた初年度として収益改善も含めた正常化に向けた取り組みをより強化して進めていきますまたご参考ですがその他の項目として 認証不正の再発防止に基づき各国に導入される規制への対応を慎重に推進しておりこれらの開発工数も踏まえた対応によりタイはじめ一部の国において商品供給や生産に影響が発生する見込みとなっております24年度のグローバル生産への影響は1.8万台となりますが在庫積み出し 在庫積み増しなどで販売業績への影響は軽微と見ております。正常化につきましては24年度内を目指しています。この後、23年度、24年度の具体的な取り組みをご紹介いたします。23年度は業績が低迷する中、認証不正への対応は大きな割合を占めました。しかし、そのような中でも、 将来にに向けた取りり組みも着実に推進しております認証不正対応としては、1つ目として、二度と不正を起こさない3つの改革です。フード改革、経営改革、車作り改革を2022年度に引き続き推進し、コミュニケーションの活性化、人事制度改革、 エンジンの規格から認証に関わる ISO9001 を取得するなど着実に実績成果が出始めています二つ目は認証不正からのリカバリーですステークホルダーへのご迷惑解消米当局集団訴訟対応など粛々と対応中でございます将来に向けた取り組みにつきましては 足元の電動車の拡販に加えカーボンニュートラルに向けた種まきも着実に推進しましたまた一方で世界一過酷なレースといわれるダカールラリーにおいても大きなトラブルが発生することなく連続33回の完走を達成しております QDR 追求による総合品質と人づくりへの 貢献もできていいると思います24年度は正常化に向けた初年度として次の取り組みを進めてまいります選択と集中は身の丈を超えた高い目標設定によって生じた不採算市場事業社経の整理縮小を進めてまいります本年1月には中国後期費の持ち分譲渡を公表いたしました 各国、ステークホルダーの皆様と丁寧に向き合いながら、効率的な経営の視点で選択と集中を進めてまいります。総合品質に向けた取り組みは、お客様ニーズに合わせた着実な車両のアップデート、継続的な反射リニューアル拡充を継続してまいります。収益の回復、正常化に向けては、認証不正対応の中で、 集団していました減価改善活動を復活しあらゆる項目のキャッシュアウトの削減ゼロベースでの固定費のスリム化するなど進めて収益力の強化に努めてまいります経営統合に関しましては24年3月に競争法その他の法令に基づく必要な許認可取得や昨日の認証問題への対応が継続している理由から 統合の最終契約の延期を公表いたしましたが、協議は非常に良い雰囲気で進んでおり、統合に向けてこれを着実に進めてまいります。以上のような臨床不正からのリカバリーと事業経営の正常化を進めるとともに、人材尊重、正しい仕事、総合品質、持続可能な社会への貢献を追求し、 人そして物の移動を支え豊かで住み合い住みよい世界と未来に貢献するという当社の使命を果たすべく普段の努力を続けてまいります <laughs> 私の説明は以上となりますこの後 CFO の中のより決算の詳細を説明させていただきますご清聴ありがとうございましたそれでは日野自動車 2024年3月期の決算についてご説明いたします。まず23年度実績です。国内の販売台数に関しては、キュリッターエンジン搭載車の出荷再開も、仮想,製薬のあ仮想生産の制約等により3万6000台、前年比プラス0.2%と前、前年並みとなりました。海外は アセアン市場を中心として各国経済が減速しており9万4000台と前年比13.4%の大幅な減少となりました。営業利益は材料資金の高騰の継続や固定費の増加により81億円の赤字となりました。次に認証不正に伴う特別損失への 形状の状況です国内認証問題としては、仕入れ先様、お客様への保証として、72億円の特別損失を計上いたしました。また、北米認証関連につきましては、364億円の特別損失を計上いたしました。一方で、資産活用による特別利益として、9月に 日野工場西側3月には日高モータープールの土地を売却したことにより905億円の特別利益を計上しました加えまして保有株式の売却195億円等により1116億円の特別利益を計上いたしました続きまして24年度の見通しです 国内の販売台数は大型13リッターエンジン搭載車、中型尿素列車の認可再取得時期は依然未定ですが、9リッターエンジン搭載車の増販で前年比15.9%増の4万2千台を見込んでおります。海外は主力のアセアン市場の販売低迷が継続し、前年比 マイナス2.1%の9万2千台を見込んでおります営業利益はトヨタ向け車両の台数増及び固定費抑制により200億円の黒字を見込んでおります特別損益につきましては国内のお客様への保証は23年度でほぼ計上済みでありますが海外の認証不正に関わる潜在債務につきましては 合理的に見積もることは困難な状況です。従いまして、期利益の見通しは未定としております。資産活用につきましては、保有資産全体の有効活用を引き続き検討してまいります。それでは本編の説明に入らせていただきます。まずは販売の状況についてご説明いたします。グローバル販売台数は全体で 十三万二百台と前年比十パーセントの減少となりました。内訳は日本が三万六千三百台とプラス零点二パーセントの前年並み、海外が九万四千台と十三点四パーセントの減少です。日本につきましては次のスライドでご説明いたします。海外の市場は。 インドネシアはタイを中心にアジアで台数が大きく減少いたしました国内の状況についてご説明いたします当社を含めた総需要は半導体と部品供給の改善に伴い14万9500台と14.1%の増加となりました当社のトラックバスの販売台数は 36, 台となりました大型トラックは一部車種の出荷再開により販売台数が伸長しましたが仮想生産の制約により全体としては前年並みとなりましたシェアは主に小型トラックの台数減に伴いトラックバス合計で24.3%と前年比マイナス3.3ポイントとなりました 続きまして、海外主要市場の状況です。インドネシアは、大中型は資源価格の低迷の影響で減少。小型トラックにつきましても、需要減退の影響により、前年比大幅減となりました。タイは、インフレや金利上昇、輸出減少等の経済減速により、前年比大幅減となりました。 続きまして、トヨタ事業の状況です。車両は積載系 suv とも減少し14万10万4300台と前年比マイナス18.4%となりました。ユニットは米国で半導体不足の解消により増加しましたが、タイでは需要が減少し、全体では前年比マイナス9 7。.7% となりました。 次に連結決算の状況についてご説明いたします。売上高は1兆5163億円、営業損失81億円、経常損失92億円、当期準利益は171億円と、2019年以来の黒字を計上することができました。売上高につきましては、 海外台数は大きく減少しましたが、為替の影響等により、90億円の増収となりました。営業損失は81億円を計上し、前年比255億円の減益となりました。内訳につきましては、次のスライドでご説明いたします。計上損失は92億円の赤字となりました。 カオスス損益の好転はあったものの、海外子会社での支払い利息の負担増により、250億円の減益となりました。当期純利益は171億円となりました。なお、前年比1348億円の増益の内訳につきましては、次のスライド以降でご説明いたします。 次に連結営業利益の変動要因についてご説明いたします。営業利益の変動は255億円の減益となりました。まず販売面の影響ですが、国内は9リッターエンジン搭載車の出荷再開に伴う国内大型トラックの台数増、及びトータルサポート収益の伸長により378億円の増益。 海外はアセアン市場の減速等により台数は減少しましたが、価格値上げ等により4億円の微増となりました。一方、トヨタ事業他は82億円の減益となりました。環境面の変化につきましては、為替は US ドルを中心とした各国通貨の円安影響で119億円の増益、市況は 前年下期の材料費を高騰の影響により、398億円の減益要因となっております。処刑費は北米における品質保証費用等の一時費用の増加により、272億円の減益要因となりました。結果として前年比255億円の減益となり、 81億円の営業損失となりました。次に、当期純利益の変動要因についてご説明いたします。当期純利益は171億円と、前年比プラス1348億円となりました。現役要因としましては、営業利益の減、マイナス255億円、北米認証関連損失の増、 マイナス350億円がありました一方、国内認証関連損失につきましては、昨年は多額の損失を計上したことにより、前年比では836億円と大幅な増益要因となりました。加えまして、日野工場西側、日高モータープールの土地売却等により、固定資産売却益の増、 プラス億円、投資有価証券売却益の増プラス191億円等もあり当期準利益は前年比で大幅な増加となりました続きまして連結所在地別セグメントの状況です日本は国内向け大型トラックの台数は増加しましたが材料市況の悪化固定費の増加等により 大幅な減益で赤字となりました。アジアは車両の販売価格値上げやトータルサポート収益の拡大もありましたが、インドネシアやタイなど主要市場での台数減により減収減益となりました。その他地域は市として北米での販売台数増により増収となりましたが、材料市況の悪化や品質関連費用の計上により、 営業利益は減益となりました。市販期別の推移はご覧のとおりです。続きまして、24年度の続き見通しについてご説明いたします。24年度見通しの販売台数、為替の前提はご覧のとおりです。国内の販売台数は、 9リッターエンジン搭載車の増反等で前年比5700台の4万2000台を見込んでおります。海外は主力の ASEAN 市場の販売低迷が継続し、前年比マイナス1900台の9万2000台を見込んでおります。為替につきましては1ドル145円といたしました。 24年度連結決算の見通しは、売上高1兆6千億円、営業利益200億円を見込んでおります。営業利益の変動要因は、次のスライドでご説明いたします。経常利益につきましては、有利主債の増加を受け、金融収支の悪化を見込み、100億円としています。当期純利益につきましては、 現在調査中であります認証問題への対応コストなど潜在債務が不透明なこともあり未定とさせていただいております続きまして営業利益の対前年比プラス281億円の変動要因についてご説明いたします販売面では国内は販売価格の改善や トータルサポートの拡大により35億円の増益を見込んでおります。海外につきましては、ASEAN アア市場の減速により販売台数減となりますが、販売価格の改善によりほぼ前年,前年並みと見込んでおります。トヨタ事業は車両については昨年のモデル切り替えによる台数の増加、また海外ユニットの台数増等の影響により、 250億億円円を、をプラス250億円を見込んでおります。環境面では為替の影響プラス40億円材料指標につきましては主に前年の波及影響により180億円の悪化を見込んでおります原価処刑費につきましては品質費用など一時費用の解消及び固定費の低減効果により 24年度営業利益は200億円の黒字の見込みです。こちらは参考資料になります。24年度の営業利益見通しにつきましては200億円と、まだまだ平時の収益のレベルには届いていない認識でおります。その要因につきまして少し補足させていただきます。国内の認証不正の影響で、10リッター エンジン搭載車や中型の予測車につきまして、未だ再認可取得時期が未定です。また、認証不正再発防止に基づいて、各国に導入される規制への対応を慎重に進めている結果、開発リソーセスが課題となっており、これらの影響が170億円ございます。また、固定費につきましても、 臨床不正に関連する一時的な費用がありますので、こちらが解消することで200億円の増益となります。最後に、不採算事業についてですが、収益改善を図るなどの対策を,対策を打つことで、230億円程度改善いたします。これらすべての課題が解消されることで、平時の収益としては800億円となりますが、 24年度中では、対象されるメドは立っておらず、今回の営業利益見通しは200億円とさせていただきました。さらに将来的には、選択と集中をより加速させ、統合に関しては、早期にシナジーを生み出して、収益の拡大を図ってまいります。今回、当期準利益につきましては、 潜在債務等不透明な要素があるため未定とさせていただきました。今後状況が明らかになった時点で速やかに開示させていただきたいと考えております。以上で決算に関する説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。